アダム・レビーンはアメリカ合衆国のシンガーソングライター、ギタリスト。身長182センチメートル。バンド、マルーン5のメンバーで主にボーカルギターを担当している。ドラムを演奏することもできる。10代の時に注意欠陥、多動性障害と診断された。2013年にはアメリカの雑誌ピープル氏による今年度の世界一セクシーな男に選ばれた。 2014年にベハティ・プリンス・ルート結婚したことを発表した。2016年9月にベハティ・プリンス・ルートの間に娘のダスティ・ローズ・レビーンが誕生した。2019年時点での純資産総額は約1億2000万ドル。1994年、ロサンゼルスのブレントウッドスクールに通うアダム・レビーン、ジェシー・カー・マイケル、ミッキー・マデン、ライアン・デューシックの4人がバンド。 カーラズ・フラワーズを結成。1997年7月22日に、ファーストシングル、ソープ・ディスコをリリース。アルバム、ホース・ワールドは8月19日にリリースされた。しかし、アルバムは、商業的成功を収めることができず発売から、半年後に廃盤となり、1999年に、所属レコード会社を去る。2001年、 再び集結したメンバーに加えて友人であるジェームス・バレンタインが加入し、バンド名をマルーン5と改名し、2002年にアメリカでファーストアルバムソングズ・アバート・ジェーンをリリース。2005年7月2日に開催されたライブ8でスティービー・ワンダーと彼の曲涙を届けてをデュエット。この時の映像が DVD ライブ8に収録されている。2005年に リリースされたインアンツインズのアルバム、USA、ユナイテッドステ a ツオブアトランタ収録曲、リブアゲインのボーカルで参加。カニエ・ウエストが2005年にリリースしたアルバム、レート、レジストレーションからのサードシングル、ハード MC にボーカルで参加。また、ミシェル・ゴンドリー監督のミュージックビデオに警備員役で出演している。アリシア・キーズと、 MTV アンプラグドでローリングストーンズのワイルドホーセスを歌唱して共演。この音源が2005年にリリースされた彼女のアルバムアンプラグドに収録されている。2007年リリースのナターシャ・ベディングフィールドのアルバム NB 収録の Say It Again を共作。バッキングボーカルも担当した。2009年イナーンのアルバムトルバドゥールチャンピオンアルバム収録の バンバンフィーチャリング、アダム・レビンに参加。2010年スラッシュのソロアルバム、スラッシュに、ごってんで参加した。同年、ファッションブランド、222を立ち上げた。2011年、ジムクラス・ヒーローズの曲、ステレオ・ハーツフィーチャリング、アダム・レビンに参加。また、この年から、オーディション番組、ザ・ボイスの審査員を務め、コーチも兼任している。2012年には、 自らのレコードレーベル222レコーズを設立。マシュー・モリソンと契約した。同年秋からアメリカの FX で放送されたアメリカンホラーストーリー第2シーズンに役者として出演。50セントの曲マイ・ライフ・フィーチャリング・エミネムアダム・レビンに参加した。2013年ザ・ロンリー・アイランドの曲ヨロにケンドリック・ラマーと参加。ピープル氏が選ぶ。 最もセクシーな男性に選ばれた2014年夏、公開の映画、始まりの歌で、金幕デビュー。アダムの曲も収録された映画のサウンドトラック、始まりの歌、オリジナルサウンドトラックを、インタースコープレコードと、新たにディストリビューション契約した自らのレーベル、2 2 2インタースコープからリリースした。また、レギュラー出演しているザ、ザボイスにより、 ティーン・チョイス・アワードのテレビ部門、チョイス・ TV、リアリティ・パーソナリティ、メールを受賞した。2016年6月10日、コンサート終了後に射殺されたクリスティーナ・グリミーについて、NBC のテレビオーディション番組、ザ・ボイス・シーズン6にて、彼女を指導したアダムは、ベウハティと私は、クリスティーナ・グリミーの死に、大いに打ちのめされ、悲しんでいます。私たちの心は、 彼女の家族と共にありますとツイートした。その後、クリミーの母親に直接連絡を取り、葬儀費用を支払うと申し出た。ソロ名義で発表した曲を記載。ありがとうございます。